こんにちは、歌一郎です。今回からシグナリスというゲームをやってみたいと思っています。ちょっと SF っぽいサバイバルホラーゲームみたいなものみたいなんですけど、ちょっとその見た目とか説明を見て面白そうかなと思って、買ってみました。はい、じゃあちょっと、説明を見ていきたいと思います。悪夢の中で夢を探す技術者レプリカのエルスターはまどろみから目覚め、現実ではないようなレトロ SF の世界で失われたパートナーと失われた夢を探す。レプリカっていうのはあれですかね、アンドロイドみたいなものかな。コズミックホラーとクラシックサバイバルホラーが混じり合う緊張感と残酷で悲しい体験の中で恐ろしい秘密を発見し、いくつもの謎を解き、悪夢のようなクリーチャーの襲撃を振り切れ。約束を思い出してって書いてある。致命的エラー。シグナリスって書いてますね。人類が太陽系を植民地化し、全体主義政権 U さんかなが厳しい監視とプロパガンダによって冷酷な支配を敷いているディストピア未来を舞台としている。人型アンドロイドであるレプリカは労働者、公務員、プロテクターとして自分たちのオリジナルである市民たちと一緒に生活している。エルスターというレプリカが壊れた宇宙船でコールドスリープから目覚める。極寒の惑星に降り立った彼女はまだ見ぬ深淵へと足を進めることになる。そしてシグナーリスのストーリーは幕を開ける。クラシックサバイバルホラー。形容しがたい恐怖と不安が常につきまとう中、少ない資源を慎重に管理し、怪異に立ち向かい、難解の謎を解け。遠く寒いどこか、墜落した宇宙船の薄暗い片隅から探索を開始し、呪われた施設で住人たちの謎めいた運命に迫り、地下に何が眠るのかを見つけ出せ。夢の中の夢。スタンリー・キューブリック、庵野秀明、デビッド・リンチの作品や古典的コズミックホラーに影響を受けた自分とは何か、記憶とは何かというテーマ、そして味わったことのない理解できない恐怖を描いた SF ストーリーを堪能できる。強烈なデザイン、滑らかな 3D キャラクターアニメーション、ダイナミックな光と影の表現、何層にも施された透明効果と SF アニメ映画のようなストーリーテリングが残酷な悪夢を彩る。ちょっと僕がうまくプレイできるかわかんないんですけど、面白そうかなと思いますので、やってみたいと思います。よろしくお願いします。あれ？なんか、開始。なんかこれ、日本語？これ。ビギン火災ウェイクアップ、あれなんか英語になってない。これなんか中国語、あれ全然なんか日本語じゃない感じがすんな。クイットしましょう。クイットじゃないか。セッティング。あ、やっぱり、なんか英語に戻ってる。適用。戻る。開いちゃったけどいいのかな。故障、ロックが壊れている。このドアは開けない。あれ、もう一回戻って、さっきの部屋、
部屋は見るべきものないのかな。ギャラリー、仮想デッキ。これが Y を押すとマップなのかな。X で、よし、やっぱ外出るのか。どうしてて開けなくて、ロックが壊れている。壊れたドアばかり。あれ、今こっちから来たのかな。あ、違うね。ここ初めて来たよ。あれ、あ、なんか、インサートキーカード、キーカードが必要なのか。エアロックキーが必要だ。うん、これは何。ケース内には AVA スーツが格納。スーツがケースから取り出されている。はい、こっちに戻るにはどうしたらいいんだろう。さまざまとした空が広がっている。から下がれるのかな。あ、多分やがて来ないといけないのかな。故障している。今上層デッキで、こっちは、あ、コクピット、注意。宇宙船の操縦パネル。表示情報からすると二度と飛べなさそうだ。そうなんだ。こっちも一緒かな。LDM 操作パネルに色あせた写真が貼り付けられている。写真を拾う。ドッキング補助モニター、もはや役に立たない。左舷側操縦パネル、落下の衝撃で重大なシステムエラー発生。うん、この辺もそう。触れるところ、右舷側操縦パネル、入力に一切反応を示さない。電気系統がやられたのだろう。うん、船は氷に覆われた大地に不時着した。なんかどっかの惑星に落ちちゃったんですね、きっとね。うん。ここはコクピットで、フライトデッキって書いてますね。一回こっちに戻った方がいいのかな。で、あれ？今どっちだっけ？ここにいて、
あ、上、こっちまだ行ってないですね。故障中。こっち、あ、こっち開くんだ。なんかあるよ。汚れた日記帳。なんだろう、冷凍睡眠かな、から目覚め、無なんとか食堂。私は考え、エルスター操縦、眺めて、老けて、かない様子だ。時々、こそが、なんだろうね、我が家なのだ。違うかな。うん。ゲシュタルト士官の寝台。ゲシュタルト。ゲシュタルト崩壊ってよく聞きますけど。最近漢字を見ててゲシュタルト崩壊することが多いんだよな。あれ待って、あ、これなんか落ちてるよ。ペンローズ型宇宙船操縦マニュアル。ホイザン人民海軍のペンローズ型宇宙船は、我らの偉大なる国家が成長を続けられるよう、居住あるいは天然資源の採掘に適した惑星や衛星を発見すべく太陽系外で活動する低コストの宇宙調査船。ペンローズ型宇宙船はいずれも地上調査、船舶技師レプリカを補佐役とするゲシュタルトの偵察士官が操縦する。ゲシュタルトとレプリカが連携するパートナーシステムはこれまで無数の偵察計画において成功を収めてきた。共同操縦相互支援によってゲシュタルト士官並びにレプリカ技師は能力を最大限に発揮できるのである。調査船が軌道マスドライバーによって太陽系外縁へ発射された後はパイロットが操縦室から軌道修正を行い、レプリカは機械類のメンテナンスにあたる。うん。そういう、レプリカの一人なんですね。なんだろう。なんて書いてあるの？あ、これなんか、え？ダメだ。ああ、これどれかを押すことで開くのかな。このベッドですよね、この。冷凍睡眠カプセルの診断システム。で、診断はどうなったの？何かヒントがあるのかな。分からんね。どこに、どうやったらここが開くんだろうか。どっかにあるんだろうけどね。どれを押せばいいんだろう。これじゃなくて、なんだろう。なんか、アイテムかな。インスタントフィルムで撮られた写真。あ、これじゃないの。劣化しているが、アリアーネヤンの姿。左右と真ん中と右2つ。よし。左右と真ん中と右2つ。あれ？これで開いたんじゃないの？開いた。すごい厳重だね。あれ？いないってこと？水が？あ、なんだろう。冷凍睡眠ポットの中に2つに割れたカードキーが入っている。エアロックキーを拾う。使えんのかな、これ。本人はどこ行っちゃったんだろう。今ここは
なんて書いてあるの？クライオジェニックスって書いてあるのかな？これ使えんのかな？さっきんとこで、あれだよね。使いそうなやつだよね。もう見るべきものはなさそう。待ってよ。この左側いけないし、パーソナル、さっき見たっけ、こっち。あれ、なんかここに落ちてない？あ、これさっきのやつか。こっちも見たところだよね。ここだもんね。他に残留物はないか。ほんで、左はいけないし、で、これは右側はいけるのかな、これ。あ、いけそう。あ、なんか落ちてる。LSTR 機能、修復ロジックモジュール。キクンをはじめペンローズプログラム調査船の船内技師として偉大なる我らが国家に奉仕する LSTR タイプのレプリカは特殊な修復ロジックモジュール RLM が備わっており、自身及びミッション上重要な装備を迅速かつ容易に修復できる。RLM の使い方、 X を押してアイテム画面を開く。左右で修復に使用するアイテムを選択。A でコマンドメニューを開く。組み合わせるのオプションを選んで組み合わせモードに移行する。組み合わせモードになったら2つ目の修復用アイテムを選択する。再び A で2つのアイテムを組み合わせる。レプリカのボディの損傷を修復するときは適切な修復用アイテムを選んで使うを押せばよい。あらゆる角度からオブジェクトを見ることが役に立つこともある。コマンドメニューで調べるを選び、調べるモードに移行する。いろいろあるな。このモード中は、この十字キーを使ってアイテムを動かし、あらゆる方向から見ることができる。うん。インスペクト。ペンローズね。調査船ステータスモニター。ステータス、重大なシステムエラーを検知。未知の惑星表面。レポート、クールステータス、A、ヤンゲシュタルト操縦士、シグナル未検出。アクティブ、レプリカユニットっていうのは本人、主人公ですかね。アクティブ、食堂。降着陸により機関システムに損傷発生。地平、極、低温につき、AVA 活動中は保護装具を着用のことと。うん。あ、接着テープか。なんか使えそうだね。他は？この辺は違うのかな。接着テープ。もう一人いた人は、死んじゃったのかな。待って、上層回廊っていうのが、仮想は全部行ったのかな。待って、一回仮想に降りるか。仮想に降りて、あ、でもこれ以上行けるところがないのかな。仮想。さっきのあれどこ？うん、自分が寝てたとこだよね。これ以上はいけない。仮想は2部屋しかないのか。そうだよね、2部屋しかなさそう。こっちはいけないんだもんね。ロックが、このドアを開けない。うん。ほんで、ここにいて、
ちはなんだっけ。あ、今のとこね。今のとこで、こっちのホールに行くと。うん。で、こっちがコックピットだよね。フライトデッキ。で、さっきの、うん。そっか、さっきのアイテムか、アイテムで、これと、組み合わせる。これかな。修復。ペンローズのエアロックを操作可能にする磁気カードキー。テープで修復。おお、いいじゃん。で、これかな。よし。使います。エアロックキー使います。お、いけた。あ、じゃあこれを使って外に出んのかな？うん。なんかビジュアルがかっこいいよね。あ、もうすぐ外出た。あ、ここでやっとタイトルが来るのかな？どこの国のゲーム会社なんだろうね。あ、今どこにいるとかわかんないのか。これで進んでるのかな。これ左右、前にしか進めない感じかな。左右見れる？これすごい狭い角度しか頭触れないけど、お、とりあえず歩いていこう。お、なんか階段？あれ怖いね、あの階段。地下に来たんだ。何かある？これは何だ？地中の奥深くまで続く不思議な穴がある。奥にはかすかな光、穴に入ります。ん？入った。お、何これ、何これ。光が見える。お、普通に部屋。今こっから来たんだ。これは何でしょう。どっしりとした金庫に鎖が巻かれている。ああ、これの鍵をどっかで見つけなきゃいけないんだね、きっと。国旗。暗いけれど島と海岸線が見える。これは実写だろうか。一緒か、これ。国旗。これはさっきの穴だよね。あれ？どれが穴なんだろう。どっから来たのかいまいちわかんないな。これは？黄衣、黄色い衣の王って書いてある。テーブルに古い書物が載っている。私に呼びかけているような気がする。
好意の王を拾いますか。なんか通信機。メッセージ送信準備中。送信？なんだろう、緊急アラートみたいの送っちゃってんのかな。アフトゥン。これなんだ、ドイツ語かな。数なんだろう。大地の戦最高の海にてたるべきところ密かに大穴うがたれ、地を這うべきもの歩く術を学ぶ。わ、なんか顔が怖くなってる。約束を思い出して犠牲。起きてシグナリス。